こんにちは、菊池涼子です。私は今、ネリサポの愛称で親しまれている練馬ビジネスサポートセンターに来ています。ここはこれから起業したい方、あるいは経営の相談に乗ってほしいという方の強い味方となってくれる場所です。今回は実際にネリサポを活用した皆さんにネリサポの魅力を教えていただきます。ココネリ4階にある練馬ビジネスサポートセンターネリサポは、区内の中小企業の経営改善や販路拡大などの課題解決のほか、起業を志す方をサポートする総合窓口です。具体的にどんなサポートが得られるのでしょうか。練馬サポを活用した3人にお話を聞きました。最初に紹介する大場さんは、平成29年6月、桜台にオーガニックスイーツ専門店メリファーレを開業しました。店舗を開けるのは月に一度だけ。知る人ぞ知るスイーツ店として人気を集めています。農薬不使用の、素材のみを使ったスイーツをメインと置いておりまして、シフォンケーキが、一番結構有名かなと思っております。ミシュラン、星付きミシュランのレストランのデザートパティシエをやっていました。その後に、大手の洋菓子店に入りまして独立をいたしました。とりあえず、平日で本業の方を務めて週末企業みたいな形で、独立をしまして、徐々にちょっと上ってきまして、通販も始めたのでそっちがメインになったのですが、なんかそのマルシェみたいのを、月に20箇所ぐらいでやっておりまして、バタバタになってしまったので、ちょっとお店の方は土日じゃなくて月1って形でちょっと数を減らしたって形になりますね。列は結構オープンからバーッと並ぶような感じになっております。大場さんが練馬サポで活用したのが、税理士による専門相談と創業練馬塾です。創業練馬塾は、起業を考えている方、起業して間もない方向けの事業で、利用者の目的やレベルなどに合わせて4つのコースがあります。その充実した内容や受講者の満足度などから、中小企業庁の創業スクール10選に5年連続で選ばれています。簡単にその事業の、内容のブラッシュアップというかっていうことを目的でちょっと受けさせていただいたって感じですね。本当に自分は何をしたいのか、それは本当にニーズに合っているのか、価格はどうなのか、相場なのかなど、市場も踏まえた、なおかつ自分のやりたいことを、導いてくれる塾って感じになりますね。以前よりなんか何かを考えた時に迷いがなくなったというか、少しでもなんか事業しようかなって迷ってる方も、僕みたいにちょっともう少しブラッシュアップしてみようかなっていう方も、ちょっと一回行ってみると、ちょっと考え方変わってくるんじゃないかなと。本当に独立必要があるのか、本当はもうそれを実行しても独立をしたいっていうのかとか、そういうのがより明確になるんじゃないかなと思いますね。2人目は、豊島園駅から徒歩1分の場所にあるシアバターサロン体チェンジを経営する風間さんです。アフリカに育つシアの木の実から取れるシアバター、これを主原料としたオリジナルクリームでボディケアやフェイシャルケアを行う完全予約制のリラクゼーションサロンです。オリジナルクリームの販売もしていて、セルフマッサージの方法も教えていただけます。とても気持ちがよくて、腕そして手もポカポカしてきました。なんていうんですか、もうこう手全体もこう軽くなったような気もします。どういったコンセプトでされてるんですか。子育て世代の、ママたちを中心に、サロンを経営してます。
施術中はこちらのお部屋で、あのスタッフがお子様を見ているので、あのすごい助かるという声をいただいてます。だからこんなにこうたくさんおもちゃとかもあるんです。あ、そうですね。先ほどマッサージしていただいて、本当にもうすべすべ潤いましたよね。がこの今回使われたシアバターも作られた、はい、開発者なんですけれども、息子がですね、あのアトピー肌ですごい悩んでまして、それであのやっぱり薬は使いたくないっていうことが第一で、自然の天然成分であの治せればと思って考えました。今はもうパッと見はあのアトピー肌だとわからないぐらいかなり回復してます。開業から4年目の風間さん、ネリサポに相談したのは1年が過ぎた頃でした。開業したものの集客の方法など何にもわからなくて、開いたのにどうしてお客様が来ないんだろうっていう部分しかなくて、もう本当にすごくあの不安しかなかったです。その不安っていうのはどういうふうにして解決していったんですか？まず練馬ビジネスサポートセンターに行って、ホームページを立ち上げようと思って、そのホームページ補助金制度を知って練馬ビジネスサポートセンターで、相談しました。あのそういったホームページを作ることによってあの変わってきましたか？そうですね、サロンの雰囲気や、サロンで何をしてくれるのかっていうことをあのホームページを見ていただくとあの分かると思うので、違ってきたと思います。風間さんは練りサポで勧められ、創業練馬塾にも参加されています。異業種の方たちとの交流が自然と増えてくるので、本当に現状報告だったり、そういった悩みを共有できるので、とても心強いです。経営者っていうのは孤独だと思うので、そういったことが本当に練馬ビジネスサポートセンターさんに行くと解決できるので、とても心強いですね。続いて紹介する伊藤さんは、現在練馬2丁目と春日町4丁目にラーメン店を2店舗経営しています。看板メニューはエビ塩麺です。早速試食させていただきました。エビの旨味がとっても濃厚ですね。噛めば噛むほど麺の小麦の香りも広がってきました。このエビのスープとこの麺、最高に美味しいです。エビ塩麺とても美味しかったです。ありがとうございます。甘エビの頭をこう余すとこなく使ったラーメンなんですけども、最後にこう丼を舐めたくなるぐらいのスープだったので、まあ、ご飯っていうよりこうパンでまあ舐めとるみたいな、最後まで全部こう食べてほしいなって思いでパンをつけてみました。麺はもともとうちでパスタマシンで自家製で作ってた麺なんですけども、それをそのまま同じ形同じ材料で業者さんに特注して作ってるので、うちでしか食べられないで、北海道産の小麦を使ったすごい香りの高い特注麺になってます。伊藤さんは2店舗目となる春日町店のオープンにあたり、練りサポを活用しました。共同経営という形でお話が入ったんですけども、そっちがまあうまくいかなくて、オープンしたことはしたんですけど、でその時に採用した練馬のスタッフとかが、このままだと宙ぶらりになってしまうということで、2店舗目を作ろうっていう感じになりましたね。練りサポを利用されたということなんですが、どのような利用方法だったんですか？共同経営が失敗した段階で、もう1店舗目を出そうか出さないか、悩んでる時に、出すべきなのかどうなのかっていうのをまず専門家の先生に聞きに行って、そこで背中を押してもらって、でそこからクラウドファンディングって形で資金を集めたり、あと同時にその、練馬区の、空き店舗に、入店するための助成金の話とか、あとは、金融機関に出す融資の事業計画書だったりとか、そういった細かいその事業計画だったり、やることがとにかくたくさんあったんですけども、それをどういう順番でどうやってこなしていこうかっていうのもずっとこうサポートしていただいた感じですね。オープンした後もその助成金をもらうだけじゃなくて、定期的な専門家派遣
みたいなのがあって、いまだに月1で利用させていただいてる感じですね。何かがあったらまずネリサポに行こうみたいな感じで、でよく分かんなくてネリサポさんにとりあえずこういう出来事があったんですって言うと、じゃあ何々紹介しますってもう言ってもらえるので、はい、なんかあったらとにかく行くようにしてますね。3人の方にお話を伺い、ネリサポはこれから起業したいという人にとっても経営をしている人にとっても頼れる存在であることを感じました。最後にネリサポのスタッフにお話をお聞きしました。一人で考えていると同じところをぐる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 考えが巡ってしまって出口がわからなくなる、そういうことが多いんですけれども、その時に少し客観的に何か意見を申し上げて差し上げるとか、こういったやり方がいいのではないかというご提案をすることによって少しだけ前が広げがあるということですね。ただし大事なことは、あと実行するのはご本人ですので、私たちはプラスアルファ実行したいというモチベーションアップというのをお手伝いするのも私たちの仕事ということになります。ネリサポは区内の中小企業の方たちですとか、これから起業されたいとお考えの方たちの、お手伝いをするような、支援機関となっております。どんな些細なことでも結構ですので、何かお困りのことがありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせいただければと思います。私どもはチーム一丸となって、区内の頑張っている事業者様、これから起業されたいと、お考えの皆様の、サポートを全力で行っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。次回の練馬ホットラインは、より良い街にするために地域活動を行っている方々をご紹介します。どうぞお楽しみに。練馬の魅力は？よりどり緑。